こんにちは。今回はだし巻き卵を作ります。ボウルに卵を入れます。箸でよく混ぜます。水 50cc、 白だし大さじ1、砂糖小さじ1、もう一度よく混ぜます。卵焼き用のフライパンを使います。油小さじ1、火は中火です。フライパンに入れます。少し残します。箸で混ぜます。固まってきたらフライ返しを使って半分に折ります。奥に寄せます。残りを入れて卵焼きの下に入れます。混ぜます。手前に返します。奥に寄せて一度返します。出来上がりです。食べやすい大きさに切ってお皿にのせます。料理教室の情報はウェブサイトを見てください。